大面油田は、新潟県南蒲原郡境村北方にあった油田で、1916年から1963年まで石油の採掘が行われた。大面油田のあった北方は、長岡市南方から三上市にかけて発達した東山丘陵の谷合にある。文政年間に北方村の島影新江門というものが、桑畑を開墾中に原油が染み出しているのを見つけ、 布に浸して持ち帰り、10日の芯にしたという記録が残っている。また、山伝いの女宝寺村で見られた、地中の火、燃える風という現象は、古くから、越後7不思議の一つに数えられていた。大面油田4号位の大船油大面油田は、日本石油により、1916年から採掘が、始まり、1916年3月には、1日に、 ドラム館300本分の石油が紛失した。石油は山や小川はもちろん田畑にも降りかかり、子供たちが石油を受けに組んで石油会社に売りに走る姿が見られたという。会社は石油の収入で潤ったが、その一方で田畑の作物への保証話もあって頭を悩ましたと伝わる。また、新越本線大使機駅から北方まで専用線が引かれ、 石油ブームに湧き返った。1930年には最盛期を迎え、北方の谷間には石油会社の社屋や甲府後や商店や旅館などが立ち並び、大いに繁盛した。栄村吉野屋から本聖寺村に法事にかけても油性が立ち並び、新越本線の車窓から燃え盛る炎が眺められるほどだったという。しかし、太平洋戦争後には、 石油の産出量は減少し、安価で質の良い外国産の石油が輸入され始めたこともあって、油田の経営は下火になり、1963年に大面油田は閉山した。現在、北方から吉野屋にかけての山中に、油性の跡が残るが、完全に埋め戻されていないため転落の危険があり、不要意に立ち入るべきではない。北地区の林から流れる小川や、 排水口には、原油が染み出している場所も見られる。また、黄粉油新潟大面地内油量は3000国中外商業。新法1917年4月2日6月神戸、大学附属図書館。ありがとうございます。